こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。清流潜水艦が2018年3月12日に就役し、横須賀に配備されている。昇竜潜水艦が今年就役し、呉に配備されたばかりだ。来年に覇王竜潜水艦が就役し配備される予定だ。そう、竜型潜水艦12番艦の進水式が今年行われるだろう。新たな技術が搭載されているのか、未だ不明な部分が多い。王竜潜水艦からリチウム電池搭載へと。変更された総竜型潜水艦だが、最高防衛機密。同盟国の米海軍潜水艦司令官ピッツ少将が乗り込んで、清流潜水艦の艦熟訓練をキャッチした。日米同盟が強固となる現在、海底での任務も大きな役割があるのは言うまでもない。最近では、異例の日米共同捜索が現在行われている。F-35A ステルス戦闘機を探している状況だ。未だ、パイロットは不明、機体も。視察の状況を説明していくとしよう。2018年3月12日就役。清流潜水艦は艦熟訓練を行っている。その訓練に視察に来たのが、米海軍潜水艦隊司令官だ。日本の最高機密に乗り込んでいく。清流潜水艦は三菱重工神戸造船所で建造されている。そう、竜型潜水艦9番艦となる。清流の名前に負けない潜水艦となるだろう。艦熟訓練はいろんなところを航海。潜航しながら訓練していきます。最重要機密となるため、どこで訓練中かはわかりません。司令官ピッツ少将が同乗し、訓練の様子を視察し、日米での役割を確認しました。10月19日のことですが、清流潜水艦乗務員に敬礼をされながら清流潜水艦に乗り込んでいきます。清流潜水艦の説明が終わり、ピッツ少将は語っています。我々は、海上自衛隊潜水艦隊と緊密な連携をとっており、最新鋭の潜水艦に同乗して、その訓練を視察することは非常に重要な意味を持っています。先日の潜水艦を追う竜の進水式にも同席し、その興奮を分かち合えたりと、海上自衛隊と我が潜水艦部隊との友好関係が日々強まっていると感じます。清流潜水艦平間艦長はこう答えた。ピッツ少将を清流にお迎えできて非常に光栄ですと語り。同乗視察期間中、私たちの能力をお見せし、日米間の相互理解、運用能力向上に寄与できることを楽しみにしています。海地型国の軍人を潜水艦に同乗させることは稀であり、それも最新鋭の潜水艦に乗せるその意味の大きさが見えてくる。最近の包囲網的な訓練にどんな意味が隠されているのか察知できる。中原子力潜水艦もどれほどの性能かまだ見えてはいないのだが、それほど恐れるものではないということは言えるだろう。海底では日米がかなり優位に立っていることは間違いない。海底と宇宙とどれくらい進化できるか鍵を握ってくる海底も無人機が出来上がりつつあるのだが、それは NASA が発表している。実は日米
共にすでに開発しているならどう考えるだろう。ただ発表していないだけ。スターリングエンジン最後の総流型潜水艦を紹介。2017年11月6日の進水式から早月日が経ち、2019年3月18日引き渡し式が行われた。昇竜潜水艦はここから始まることに。昇竜潜水艦は高い耐水圧性能が施されている。超高張力鋼が使われている。今までのステルス性よりも性能はアップして潜水艦となる。ソナーやシステムの向上はもちろんだが、 X 火事は以前よりも優れた運動性能となりますます。通常動力型潜水艦ではトップを走っているのではと考える。だがこの昇竜潜水艦で廃止されるものも、それはスターリング機関がこの10番艦で廃止となっている。また、スターリングエンジン搭載艦としては最強となるだろう。いろいろな意味でも、スターリング機関はこの潜水艦で終了となる。560億円の建造費は高いか安いか防衛には必要となる。しかし、スターリングエンジンが終了となると潜水艦の役割も変わってくるのだろうか。潜んで忍者のように音を立てずに見張ることから極秘任務が変わってくるのだろう。同日65人の乗員は訓練を行いながら呉へと向かう潜水艦の内部は誰も見ることができない。どういう装備品がついているのかも、11番艦を瓜生からは、リチウム電池へとバッテリーが変わる。ディーゼル、スターリングエンジンは、これが最後となってしまった。時代とともに技術は向上してくる。スターリングエンジンよりも、バッテリーの方が性能や技術が向上するのが早かったことになる。スマホを見ても、バッテリーの進化はすごいと感じるだろう。充電時間は短く、使用時間は長くなっている。こうしたバッテリー技術の向上が早かったことだろう。それと今後考えるとリチウム電池性能は上がってくる状況だ。今までの総流型潜水艦にも搭載可能なバッテリーになるであろう。電池サイズはリチウム電池の方が今は若干小さい。今後もっと小さくて高出力なバッテリーへと変化してくるだろう。また安全も向上し、潜水艦に搭載可能なバッテリーに仕上がっていく。しかしバッテリーを超える期間が出てくればまた変わってくるだろう。今のところリチウム電池が静かで大容量使用時間も長くなっている。充電時間は今までと同じかそれ以下と性能アップしているだろう。昇竜潜水艦10番艦でキリのいい数字だ。昔元自衛隊員がスターリングエンジンを褒めていたのを聞いている。そんなにいい機関なのかだが、それはある意味デメリットと今では時代遅れになるのか。最終型となるとこのバランスはどう取られているか見てみたい。エンジンでも性能アップは常に考えていることで、やはり AIP としては通常動力型潜水艦ではトップクラスになるだろう。他総流型潜水艦が続く通常動力型潜水艦が採用している AIP だが、この10番艦で一旦スターリング機関とディーゼルエンジンの組み合わせは終了。豪州に
潜水艦売り込みの時は、このスターリングエンジンと鉛電池の組み合わせだった。だが、オウリュン以降は、リチウム電池で機動力が違う。音も立てずにひっそりと先行できる。豪州も今では議論となっている。日本案を採用との声が増えているのも事実。だが、潜水艦の情報は極秘でなければいけない。売ってしまったら、どこから情報が漏れるかわからないことも考え、重大な極秘事項でなければいけない。まあ売れない方がいいのかも。売ってから情報が漏れるのも危険だし、日本人らしい考えでスペックダウンはしない方針だった。やはりここが日本かな。ただ、情報流出には気を配らなければ、すぐに同じ潜水艦ができてしまう。大国は原子力潜水艦を多く建造している。通常動力型潜水艦は、どこか日本か、それくらい聞かない話で。豪州も通常動力型潜水艦を導入したいらしい。やはり、建造コストの問題もある。台湾でも自国建造を目指して設計段階が完了し、建造に着手するはずだ。各国で潜水艦が建造されている。やはり、日本が一番と考えたい。